ビンコウは、中華人民共和国の河川。福建省最大の河川で、38の県を流れており、全長は 2500km 流域面積は6922平方 km で、全省面積の半分を占める。輸送査定量は年平均751万トンで、ある。ビンコウの上流には、水源を連上付近に発し北東に流れている。 杉峰から発して南東に流れる、布団系、部い、山と、千霞嶺に発して南西に流れるだ系という三本の河川がある。この三本の流路となる岸辺には、永安、勝武、剣王などの都市がある。この三つの流路は、南平で、貧乏となる。左系と剣系とは、ほとんど一直線で、同じように一本の断層線の谷を流れる。布団系と貧乏の本流も、 ほとんど一直線であるが、流向きは断層の山と向かい合っている。これらの河川は十字型をなしており、南平市がこの中心にあたる。便港の流路はいずれも標高1000メートルの山麓から流れてくるが、南平に至ると50メートル以下に低下する。南平から上流は急流で浅瀬が多く、小型船でも周運は極めて困難なため、 一つの難所の高さは一条もあり、勝負は天井にあるとのことわざがあるほどである。一方、下流では流勢が緩やかになるが、川床には小石が多い。水口に至ると貧行は古田慶を迎え入れ、難所がほとんどなくなって小型船がいつでも通れるようになる。さらに、復讐の外交の巣になると大型船舶が航行できる。古田慶は、 水源を平南県南部の山地に発し、古田県、清志県の両県を流れ、古田県南口鎮で、貧乏に流入する。全長は約 90km、流域面積は1790平方キロメートル。降水量は十分で、流れは急である。古田県県境の鉱山、峡谷地帯では、渓流の落差が 300m に達し、発電所の建設に公的である。 そのため、1951年に古岳で第1発電所建設工事が開始された。続いて、第2、第3、第4の発電所工事も現在は全て完了しており、12基のタービン発電機が強力な電力を送っている。昔から沿岸の住民は竜と呼んでいた。これは水運と考えの瓶があり、風景が木に富美しいからである。 ありがとうございます。